はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの理想の打順というところを皆さんと一緒に考察考えていきたいなというふうに思っております。まあ、今日の動画ではですね、あくまで僕の主観的なところで、理想の打順というところをね、お伝えさせていただくんですけども、異論は認めますというか、皆さんの議論をしたいんですよね。はい。っていうところで、今日ね、ちょっとやらせていただこうかなというふうに思ってます。まずですね、この間の、日曜日かな。ちょっと打順見ていきたいんですけど、まあ、1番ライト丸選手、2番センター佐々木選手、3番、セカンド吉川選手、4番、ファースト岡本選手、5番サード岡本、坂本選手、で6番、レフトに、秋広選手、7番、キャッチャー小林選手、8番、ショート門脇選手、で9番はピッチャーというような打順になっております。で、僕が今ジャイアンツのね、打線を見ててすごく思うのが、まあ、1番と2番がすごく元気がないというか、なかなかこう、打ててないし、なかなか塁に出れてないんじゃないかっていうところが、今感じてるところでございますと。まあ、その今言いましたように、1番ライト丸選手と、まあ、2番センター佐々木選手。まあ、特にその佐々木選手の状態が良くない。まあ、丸さんも良くないんですけども、どちらかというと、佐々木選手の方がね、打席の中の内容もあまり伴ってないというか、なかなか内容も悪いんじゃないかなっていうところは正直感じておりますと。で、じゃあ二人のこの間のね、一週間、の打率ってどんなもんっていう風な話なんですけど、まあ丸選手に関しては先週ですね、2割1分7厘、1打点で出塁率が3割5分7厘で OPS が575という風になってます。で、問題の佐々木選手なんですけども、先週1週間ね、1割5厘、0打点で出塁率が1割5分で OPS が308という風になってます。少しね、ちょっとやっぱり状態が佐々木選手は特にね、良くないなっていう感じはしてますと。で、まあ打率というものはね、まあ変動ありますし、打たなかった差がありますし、っていうところがあるので、まあ、多少ね、やはり状態でね、左右されるんですが、やはり打撃の内容っていうところを見てみると、まあ、丸選手はね、まだ、まあ、打ててないんだけど、まあっていうところはあるんですが、まあ、佐々木選手に関しては、ちょっとこう、なんて言うんだろうね、内容がないような打撃っていうのが、打席っていうのが結構多くなってきてるんじゃないかなっていうふうに、僕、今、感じておりますと。で、その中で、サムネイルにもありました通り、まあ、オコエ選手がね、まあその京本選手が落ちて、上がってきたというところ。で、まあオコエ選手、まあもともと1軍この間いまして、まあ18試合で出て、まあ2割8分で、2打点2盗塁というところで、まあ僕からしたら、なんで落ちたんだろうっていうところは正直あったんですよね。で、そこで、まあその2軍下がってですね、まあ試合をしておりまして、まあ、下がってからの成績は14打数3安打というところで、まあそこまで良くはないんですけども、まあ今現在、2試合連続安打中というところで、まあ状態がまた上向いてきてると。で、2軍の全部の成績を見てもですね、14試合に出ておりまして、3割3分3厘で、10打点で、1盗塁で、出塁率が3割8分8厘、OPS が793というところで、まあ非常に、素晴らしい成績を出しているというところでございますと。で、じゃあなんでそもそもオコエ選手って、まあ、2軍に下がったのとかっていうとこなんですけど、まあその投手との兼ね合いとか、まあいろいろありましたと。で、もともと言われてたのが、まあ右方向にゴロがね、なかなか打てないっていう風な発言、安倍監督の発言があって、まあ落ちたっていうのは、皆さんも記憶に新しいのかなというふうに思いますけども、まあその2軍の成績も見てますし、まあ1軍でのこの間のね、打撃内容を見てても、非常に僕、いい選手だなというか、まあ、右方向に打ったりとかっていうのもそうだし、足もあるしっていうところで、僕何が一番いいかっていうと、これで一発があるっていうのもね、非常に面白いというか、パワーがあるっていう、相手からすると、オコエ、ホームランあるよねっていうのが、相手の頭の中に入ってるっていうのが僕非常に大きいと思ってます。で、
その中でですね、今、現状ね、丸選手とか佐々木選手の状態が落ちてきてると。で、オコエ選手が上がってきて、オコエ選手の状態がすごく上がってきてるということを踏まえてですね、僕が今理想の打順、まあ、安倍監督の理想の打順にもすごく近いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ちょっとそれを発表していきたいと思います。まず発表させていただきます。はい、1番はね、セカンド吉川選手。2番、センターオコエ選手。で、3番、ライト丸選手。で、4番ファースト岡本選手。で、5番サード坂本選手。で、6番が、レフト秋広選手。7番がキャッチャー、まあ、小林選手か、まあ、岸田選手。で、まあ、そこはピッチャーに、相性に、習ってというところですね。で、8番、ショート門脇選手。で、9番にピッチャーという形が、今現状で言うと僕は一番いいんじゃないかなっていう風なね、意見です。はい。じゃあ、そのね、打順の意図をね、皆さんにお伝えしていきたいんですけども、まず、1番をね、吉川選手にしました。今3番で非常に、安定した成績を出してますけども、まあやはり、もともとまあ1番、を打ってほしいとか、1、2番を打ってほしいっていう風なことを言われてたっていうのもありますし、やはりその1番バッターがなかなかこう、今、丸さんがね、ちょっとこう、勢いづかないような打席が多いというところで、まあ、吉川選手3番で非常に状態がいいので、あんまり動かしたくないっていうのはあるんですけども、僕はそれよりも1番打者にチームを活気づけてほしいというか、1番打者がやっぱり盛り上げてほしい。まあ足も使いながらねっていうところで、まあ吉川選手の今年の走塁への意識、まあ体のコンディションを含めて、僕は1番、今言ったら適任じゃないかなっていうふうに思っております。っていうところで1番、吉川選手を置かせてもらいました。で、ここに2番なんですけども、2番にオコエ選手ね、先ほど佐々木選手、挙げさせてもらいましたけども、ここは、佐々木選手に変えて、オコエ選手にしたいと思います。まあ、先ほども言いましたように、まあ、右方向にも打てると。で、打撃も上ついてきて、状態が上がってきているというところで、一発も、あるというところで、非常に、この2番にオコエ選手がね、まあ、それに右バッターというのもありますし、無理にね、こう、なんて言うんだろう、引っ張りに行かないというか、その、右方向に打ったとしても、打撃を崩しにくい。うん、左バッターが無理にこう、引っ掛けて、ライト方向に打とうとすると、打撃を結構崩しやすかったりするんですけど、右バッターの場合は、右方向に打っても、どちらかというと、逆にインサイドアウトの、バッティングができるんで、どっちかというとね、状態は下がりにくいというか、むしろ上がりやすいって言ったところもあるんで、そういったところで僕は2番にね、パンチのある、それに、まあ、右方向の打てたりとか、そういった打撃ができる右バッターを置きたいなっていうのは僕も常々思ってましたから、そこでオコエ選手がハマってくれたらね、めちゃくちゃいいなと思います。で、僕3番に丸選手を置いたんですけども、これは、まあその、やはり、まあ、1イニング目、初回にですね、やはり、新人全員というか、こう、若いのでバーって固められるより、やはりこう、ね、ベテランで、長打もあってっていう実績のあるバッターが、こう、ポツンとこうね、3番にいる方が僕はいいんじゃないかっていうところで、丸選手ね、状態はあまり良くないんですけども、丸選手を入れさせてもらいました。はい。で、本来ね、僕は本来、3番に行ってほしいなっていうのを思うのは、僕は、秋広選手なんですよね。はい。秋広選手、まあ、まだ上がってきてばっかりでというところで、先週は2割、打率2割、0打点、で、出塁率も2割、で、OPS が400っていう風な形になってて、まあ、まだまだこれからっていうところはあるんですが、本来言えばね、本音を言えば、3番に秋広選手が入ってほしいなっていう思いはあるんですが、まだ状態がね、っていうところと、もうちょいね、ホームランが出れるよう、打てるようになってきたら、僕は3番に置いてもいいのかなっていうふうに思うんですけども、今はね、現状僕は坂本選手の後ろというか、坂本選手が今状態があまり良くないっていうところがあるんで、そこで、秋広選手がね、ポツンとこう、うまいことバッティングをしたりっていうところで、そこで途切れさせないっていう意味合いでの6番っていうのが僕は今一番いいんじゃないかなっていう風なね、形は思っておりますと。で、まあ4番5番はですね、まあここは不動かなというふうに思ってまして、まあその坂本選手がまあ状態良くないですけども、じゃあ坂本選手を動かしたからって、じゃあ誰が入んねんっていうとこだと思うんですよね。まあ、もしかしたら坂本さんを3番にして、5番を丸さんにして、みたいなところも、まあ、あるかもしれないですけども、まあ僕、今見てても、やはり坂本選手の方が、
いいんじゃないかなっていう。まあ、坂本選手クラスになると、まあ、ある程度打席踏んでいくと、やはりある程度成績も上がってくるっていうのはあると思うので、僕は、まあ、そこは我慢の時期かなというも思ってます。で、まあ、キャッチャーは小林選手。まあ、今日は、山崎伊織投手なんで、まあ、おそらく、まあ、岸田選手になるかもしれないんですけども、まあ、ここの、キャッチャーっていう7番のところは、相性でね、変えてっていいんじゃないかなというふうに思います。で、6番というか、8番のね、ショート、門脇選手ですけども、門脇選手も先週、まあ、1割5分というところ。で、1打点。で、出塁率が2割2分7厘。で、OPS が427というところで、まあ、なかなか上がってきてはないんだけど、まあ、バントであったりとか、まあ、逆方向にね、もう無理やりライトフライを打ったりとかっていう打撃もね、まあ、小細工ではあるのかもしれないけど、そういったところもね、打率としてはあまり、出てないんだけど、そういう貢献度っていうところは非常に高いなっていう風なところはあるので、で、8番に門脇選手、まあ、粘ったりもできますし、っていうところ、足も使えるっていうところで、門脇選手を8番に置くのが今、現状を見ると一番いいのかなという風に思っております。はい、そんな感じでですね、今日はね、今までの、まあ、直近の打順と、まあ、直近の成績を踏まえた、僕の理想の打順をお伝えしていきました。僕、これはね、安倍監督も同じように考えてるんじゃないかなっていうふうに正直思ってて、なんて言うんだろう。まあ、オコエ選手っていうところがね、ハマってくると、マジで面白くなってくるというか、まあ、萩尾選手とかもまあ、いますけども、もう、そこの争いですよね。やはりまあ、佐々木選手も、チャンスは結構もらったと思うんです。なんですけども、なかなかこう、結果は今ちょっとこう、あまりついてきてないというところで、まあ、オコエ選手もね、まあ、2軍でしっかり状態上げて上がってきてるわけですから、そこの競争もそうですし、なんて言うんだろう、まあ、右バッターがここにハマってくれればっていうところはあるので、僕はこれが理想だと思うし、ぜひ皆さんの意見も聞きたいと思いますので、コメント返しとかね、皆さんの意見をたくさん聞きたいと思ってますので、ぜひね、たくさんコメントしてください。よろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。